アンツアレナよりお届けしてまいります。解説は七海さん、実況は今前半が始まりました。さあ七海さん、この戦いを見ていく上で注目すべき選手がいましたらお願いします。ピリオですね、はい、彼が攻撃のスイッチを入れてリズムを作り出しますよね。そうですね、それからフリーキックもいろんな球種が蹴れるんでね、はい、怖い存在です。なるほど、そういった部分にも注目しながら今日の試合見てまいりましょう。このパス越えるか、このパス抜けてきます。無理しな、ビルド裏に味方を走らせる、滝谷シュート、ゴール、ここで先制。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。タイミングといいシュートコースといい、ちょっとキーパーノーチャンスでしたね。早くも先制しています。この時間帯でゲームが動いたということは、こうお互いがね、大量得点、点の取り合いというゲーム展開が予想されますよね。楽しみですね。そうですね、滝谷へ裏を狙う。前半の3分の1が経過しました。どうこの距離から狙う、いますよね。そうですね、どうする、一旦後ろに戻します。ターラブ、スローイン、これを読んでいました。ビルド、ここで受ける、いや面白いな、ヘッド打っていたので絶好のチャンスでしたけどね、はい、惜しい攻撃でしたね。そうですね、縦にボールをつないでいきます。サイドのスペースを使います。切り返して抜けてくる、出るか、シュート、こぼれた、来た、ゴール、マイエル食らいつきます。ここで同点、入れましたね。ここでフリーで打たせてはいけません。今のはディフェンスの問題ですから、すぐに修正したいところでしょうね。そうですね、どうしてあそこでフリーにさせてしまったのかっていうことを明確にする必要があると思いますね、うん、なるほど、これで今日のゲーム面白くなってきました。この同点ゴールはチームとして大きいですね、はい、よりここからパワーを出していくんじゃないでしょうかね。そうですね、まだありますね。さあフリーだ、後ろに戻します。32分を過ぎたところです。両チーム1点ずつ取り合って同点です。滝谷、いい攻撃でしたね。そうですね、で持っていく、ボールコントロール、ターラム、ギルドへ、滝谷、今日得点を挙げています。長いボール裏へ落とす、
さあ前半40分です。ここは通しません。シュートゴール、これで勝ち越しです。一歩リード。いや取れないか、これ早いシュートでした。素晴らしいシュートでしたよね。分かっていても反応できませんよね。1点をリードしてリスタート。ギリギリのところ抜けてきましたね。自分で行く本田。ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前ポイントになりそうですね。しっかり守りながら攻めていく形にはなると思いますけどね。はい、引き続き後半その行方見てまいりましょう。2対1とリードして後半を迎えます。セカンドハーフ見ていきましょう。さあ柿谷、ここへ抜けてくる。厳しいチェックが入ります。ここでファウルをもらいました。さあ狙える位置でのフリーキックです。バイエル、このボールはカットされます。滝谷スルーパス、縦を使います。ビルド、とこれはつながりません。ここはカットします。セルビオ・エスクデロ、アルミロ、ゲーム展開、後半追加点が欲しいところでしょうか。どうする、ここは読んでいました。ホンダ、裏のスペースに置きに行く。ホンダ、おー、いい展開ですね。抜けてくる、打てるか、シュート、おっとまたファールですかね。後半22分になろうというところ。モンテーロへ、モンテーロへ、おう、モンテーロへ、ジェルビーニョ、絶妙ですね。前線へ出す、ホンダ、チェックを受ける、ここで受ける、抜けてくる、自分で持っていく、シュート、懸命のクリア、ナイスブロックでしたね。一瞬決まったかと思ったんですけどね。さあ残り15分切ってきた。ビルド、裏を狙う、サイドフリーですね。旗は上がっていません。クロスが入る、
このパス越えるか。カブー、ターラビ浮かせて裏を狙う。後半36分経過。さあこの攻防、いいパス出ましたね。このパスはキーパーへ。モンテーロへ、ビルド、ホンダ、ゴフ、後半残り5分を切りました。このボールをカットします。ホンダからのスルーパスをカットしました。なかなかいい形が作れないですね。ここは時間を使います。青山、クラマー、このパス越えるか。これをカットします。さあカウンタースピードを上げたいところ、出ましたね。スルーパス、裏のスペースに置きに行く。ここはキーパー処理しました。サイドを縦に走らせます。サイドから一気にチャンスになりそうですね。自分で行く、ボールコントロールする、見事なパス、こぼれる。主審時計を見ながら長いホイッスル。2対1勝ちました。見事僅差で競り勝ちました。七海さん。